アンワル・イブラヒム、アンワル・ビン・イブラヒム、アンワル・ビン・イブラーヒーム、1947年8月10日体は、マレーシアの元、副首相兼財務省。若年時に、マハティール・ビン・モハマドの非保護者となったが、結果として、最も、マハティール批判を展開する、政治家となった。アンワルは、ペナン州で、インド人移民の家庭に生まれた、マレー・カレッジ・クアラ・カンサート、 マラヤ大学で教育を受けた。1971年、学生時代に、アンワルは、ムスリムによる学生組織である、マレーシアイスラーム青年運動を結成。後に、その代表に就任した。パの主張する、伝統的なイスラームへの回帰へと異なり、西洋化や世俗化に変わり得るものとして、伝統的なイスラームだけでなく、近代的な宗教。 文化としてのイスラームに視線を向けたもであった。アビムはアンワルのカリスマ的指導の下三3万5千人を数えるメンバーを超えるまで成長を遂げたが1974年デモに参加した際に国内治安法に基づきアンワルは逮捕され22ヶ月の間拘束を受けた。釈放後ラザク首相人のへの参加を呼びかけられたが拒否した。 アンワルの名は若く年型で高等教育を受けた中産階級のマレー人の象徴として急速に高まっていった。1982年、アンワルはアビムの代表を辞任した。マハティール首相の要請及び怪獣政策に応じた形であった。その後、アンワルはの内での求心を遂げた。1983年に文化、青年、 スポーツ大臣に就任。翌年、彼は農業大臣。1986年には、マレーシア政治の重要ポストである教育大臣。マレーシア首相への登竜門的な色彩が強い大臣職に就任した。1991年には財務大臣に就任。1993年には副首相も兼任することとなった。1990年代前半、アンワルが ポストマハティールの最右翼と目され、マハティールとの関係も親子関係とほぼ同様であったとされている。それは、1997年初頭、マハティールが2月の休暇を取った際に、アンワルを首相代行に任命していることからも明らかであった。しかしながら、どのようにして、マレーシアが通貨危機を克服していいかという問題が起きたことによって、 マハティールとの密月関係にも終止符が打たれることとなった。1997年にタイバーツ通貨危機を契機とするアジア通貨危機が起きると財務大臣の職にあったアンマルは IMF が策定したマレーシア経済復興プランに賛同した。その計画とは外資へのより一層の解放と協力関係を築く内容であった。 アンワルは18%の政府支出の削減と大規模な公共工事の削減を打ち出した。大規模な公共工事とはマハティールが提唱したメガプロジェクトという国家発展のためのプロジェクトであった。アンワルの政策はマハティールの政策と相反するものであった。多くのマレーシアの企業が倒産の危機に直面した。アンワルは自由主義経済の政策を採用していたが、一方で マッハティールは、ジョージ・ソロスのような投器家を批判し、通貨と外資の投資を、自らの統制下に置こうと考えていた。1998年、ニューズウィーク社は、アンワルを、今年のアジア人に選出した。しかしながら、その時、アンワルとマッハティールの関係は、険悪となっていた。アビムのメンバーの一員でもあったアフマド・ザヒド・ハミディの青年部は、クローニズム、ネポティズム、 エンコ主義に関しての討論を開始した。というのも、インドネシアのスハルトが政権失脚をしていたからであり、マハティールにも同様のことが当てはまると考えられたからである。1998年、一冊の本が出版された。アンワルが首相になれない50の理由と題された本は、内容にアンワルの性的疑惑、同性愛の内容を含んでいた。 マレーシアでは出版制度は政府の免許制度によって保障されている。そのため、この本の出版はマハティール政権の介入をもたらした。8月には事実に基づいていない悪意のある出版物であるということで著者が逮捕された。1998年9月2日、アンワルは副首相を罷免され、翌日には、のから追放処分を受けた。14日には、 アンワルの支持者であるムナワール・アネス、スクマ・ダルマワン・サスミタ・ートが、同性愛の疑惑で逮捕された。5日後には、判決が出て、彼らは、アンワルと同性愛の性行為を持ったとして、6ヶ月の懲役処分が下された。また、アンワルの2人の秘書であるエザム・モハマドとモハンマド、アズミン・アリは、アンワルが首相になれない50の理由に関して、身柄が確保された。 後に釈放されている。9月20日、アンワルはクアラルンプールで10万人近い人々を集めて、その集会の後には、レフォルマシ、マレー語で、改革の意味とマハティールの退陣を要求する行進を展開した。マレーシアでは珍しいこの種の行進は、混乱と民族間の衝突を危惧するマレーシア政府に大きな関心を抱かせることになった。また、この行進でアンワルは、 マレーシア人の中の新しく、リベラルな間としての側面を、マッハティールは、マレー人の保護者としての側面を、くっきりと浮かび上がらせることとなった。アンワルのマッハティールの援護主義の疑いに向けた批判は、マレーシアにおける人権弾圧という不満の種もあって補強されていく。その晩、アンワルの自宅は、マレーシア警察によって組織された、スワットによって破壊され、数時間後には、 アンワルの逮捕が発表された。1998年9月29日、法廷に現れたアンワルは、汚職と同性愛の罪に対して無罪であると主張した。その当時のアンワルの顔には、オーダーの跡がくっきりと残っており、この片手を挙げて連行される写真は、多くのレフォルマ氏のポスターに後に使われる象徴となった。 アンワルは警察の調査に関連する汚職、また同性愛の疑惑に関して告訴を受けた。アンワルの裁判はマレーシア司法の権威であるオーガスティン・ポールによって審判された。1999年4月14日、アンワルは汚職の罪で懲役6年の有罪判決を受ける。また、2000年8月8日には同性愛の罪で懲役9年が言い渡された。 とはいえ、この裁判自体が全く問題がなかったかというと、必ずしもそういうわけではなく、アムネスティ・インターナショナルとヒューマン・ライツ・ウォッチは、この裁判の公平性に疑問を示していた。アムネスティ・インターナショナルは、結果的に、アンワルは、両親を持った囚人と形容をした。加えて、当時のアメリカ副大統領であるアルゴアは、アンワルの同性愛罪に対する審判は、 嘲笑に値すると告発したが、マハティールはこれら国際的な批判を内政干渉と跳ねつけた。アンワルの妻であるワン・アジサプ人は、アンワルの釈放トレイフォルマ氏のキャンペーンの支持者を基盤に国民正義党を組織した。国民正義党は代替戦線に参加することで国民戦線政府と対峙することとなる。2004年9月2日、 マレーシアの最高裁判所の三人の裁判官は2対1の表決でアンワルに下されていた同性愛の罪状を覆す判決を出した。アンワルはすでにお食材の刑期を終えていたとはいえ、マレーシアの法律では刑期が終わった後5年間は政治活動を行うことが禁止されている。そのためアンワルは2008年4月14日まではマレーシアにおいて 政治活動ができない。アンワルに残された唯一の方法は国王に請願することだけであった。釈放された時点でアンワルは背中に痛みを抱えていた。アンワルの家族が言うには警察によって傷つけられたことが原因だということである。しかし、のがオーナーであるニューストレイツタイムスは9月6日付の記事で アンワルが副首相を務めていた1993年に落馬したことが原因であると発表した。だが、この記事内では10年経って背中に痛みが生じてきたという因果関係については十分な説明がなされていない。アンワルの服役中、妻ワンアジサはドイツの病院での治療が必要であると主張してきた。政府は背中の痛み程度の治療であれば、マレーシアでも 十分可能であるという見解であったので、ワンアジサの主張を退けてきたが、2004年9月、同性愛の罪状の撤回により釈放されると、治療のためにミュンヘニへ旅行した。釈放以来、アンワルは、イギリスのオックスフォード大学セントアントニーズカレッジと、ワシントン DC にあるジョーンズ・ホップキンススクールの客員フェローであると同時に、ジョージタウン大学外国語学科の客員教授でもある。 2006年3月には彼はロンドンに本部を置くアカウントアビリティの名誉総裁にも任命されている。2008年4月15日からアンワルはマレーシア国内での政治活動が可能となったが7月16日同性愛容疑で逮捕された。マレーシアはイスラム教の国だという文化的背景も影響していると見られている。前回と違い翌日には 保釈が認められ、釈放された。野党の指導者である自分を泣き物にしようとする、現政権の陰謀であり、バッシング、嫌がらせだと、本人は主張した。8月26日に、ペナンのプルマタン、パウ選挙区で行われた補選で、アンワルが当選し、予想通り、政界に復帰した。できるだけ早い時期での野党連合、人民同盟、PR による、 政権奪取を目指し活動中である。2012年1月9日、マレーシア高等裁判所は同性愛容疑について無罪を言い渡した。2014年1月19日、個人的な訪問のため成田国際空港に到着したが入国拒否された。日本の当局はビザがないことが理由としている。マレーシア人が短期滞在を目的に 日本に入国する場合、犯罪歴のある者はビザが必要であり、アンワルは1998年には、権力乱用の罪で有罪となっている。2014年3月7日、マレーシアの上訴裁判所は、同性愛容疑について、一審の無罪判決を覆し、禁錮5年の有罪判決を下した。2015年2月10日、マレーシアの連邦裁判所は、上告を退け、 有罪判決が確定した。2018年1月8日、何より、アンワルが週刊中のセランゴール州のスンガイブロー、刑務所から同年6月に釈放される予定であると報道された。2018年5月11日、前日に首相の座についたマハティールは、国王がアンワルイブラヒム元副首相に恩赦を与える意向を示したと述べた。 2018年5月16日、国王の恩赦を受け、釈放された。マハティール首相と副首相につくワン・アジサ、人民正義党総裁を全面的に支援すると表明した。2018年10月13日、会員補欠選挙にて大差で当選。政界への復帰を果たした。投票率は58%でアンワルは71%の票を獲得した。 2018年11月18日、アンワルは人民正義党の総裁に正式に就任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。